プロビデンス駅はアメリカ合衆国ロードアイランド州プロビデンスの中心部にある鉄道駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラック及びボストンの近郊輸送を担うマサチューセッツ湾交通局プロビデンス、ストートン線が乗り入れている。現在のプロビデンス駅はプロビデンス市の住民にサービスを提供する主要な旅客鉄道施設である。 1986年に完成した、この駅舎は、北東海楼改善プロジェクトを通じて提供された、連邦政府資金によって建設された。衆議事堂の目の前という立地のため、乗り場は地下化されており、地上部は可能な限り緑化されている。シンプルな駅舎は損によってデザインされたもので、批判を受けやすい、ブルータリズム様式の建築ではあるが、概ね好意的に受け入れられている。 初代ユニオン駅駅舎二代目ユニオン駅駅舎1831年に設立されたボストンプロビデンス鉄道は翌年に駅の建設を開始し1835年の夏までには同名の都市間に路線を開業させた駅はシーコンク川の西側に建設されたボストンプロビデンス鉄道が駅を建設中の間ニューヨークプロビデンス ボストン鉄道はコネチカットとロードアイランドで設立された二つの小さな鉄道会社が1833年に合併したものである。1837年11月、コネチカット州のストーニントンとプロビデンス間が開業した。ダウンタウンの南にあるニューヨークプロビデンスボストン鉄道の駅とボストンプロビデンス鉄道の 駅を接続するため車載できる橋家で輸送した。1848年にユニオン駅開業し各社の路線が乗り入れた。19世紀末になるとプロビデンスに乗り入れる鉄道はニューヘイブン鉄道と呼ばれるニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道に吸収合併された。一連の買収によってニューヘイブン鉄道はニューイングランド南部における河川的な鉄道事業者に なり、1920年代までにアメリカの旅客輸送量の10%を占めると推定される約3200キロ以上の路線網を持つ鉄道事業者になった。1896年に火災で初代ユニオン駅駅舎消失後、ニューヘイブン鉄道はその再建の資金を提供した。1898年に完成した2代目のユニオン駅駅舎は5つの建物からなる。 1950年から1970年の間に、市の人口はほぼ3分の2に減少した。都市とビジネスの指導者は、経済を再構築し、資本を活性化するために、劇的な行動が取られなければならないことを認識した。これは後にプロビデンス、ルネッサンスと呼ばれるプロセスである。1970年代後半に、北東海老海前プロジェクトが進展したとき、 都市の指導者とプランナーは、高架橋と軌道を取り除くために、プロビデンス繁華街の軌道を再編するという考えを持ち出した。北東海道海全プロジェクトは軌道を改良して、新しい駅舎を建設するための15から20100万ドルを認可したが、連邦鉄道局は最終的に出された主要事業を想定していなかった。ロードアイランド終戦室の連邦上院議員は、 連邦鉄道局の管理者に軌道をふ掛けする計画を支援するために資金を変更するように働きかけた。そうするために、市と州はプロジェクトの実現性を示す必要があり、主要な土地所有者の同意を得る必要があった。市、州、アムトラックは土地の一部を所有していたが、土地の多くはプロビデンスウースター鉄道が所有していた。プロビデンス財団は、 州都市の指導者との計画を主導した。土地所有者との交渉の結果、一連の土地交換がキャピタルセンターの建設により恩恵を受けるように工夫された。提案された1億1000万ドルのプロジェクトの追加費用をカバーするために、市、州、及び連邦政府とプロビデンスブースター鉄道は追加の資金提供を行った。 軌道の移設は1983年に開始され、連邦政府の助成により70%の資金が提供され、市、州、プロビデンスウースター鉄道により残りの30%の資金が提供された。アムトラックの停車する列車は下記の通り、マサチューセッツ湾交通局の停車する列車は下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り、 ありがとうございます。